息子娘が双子が1歳。あ、そうなんですね。保育園入ってまだ次男は夜泣きが激しいきついけど、まあまあ成長が楽しいって感じ。 はい、あとは中1の中3の担任が終わって、はい、中1の担任してて、お楽しいっす可愛らしくて、子供が寝てから、うん、じゃないと練習いけないんだ。貸し付けが9時半ぐらいにやっと終わって、そこからできるっつったら代々木か駒沢しかないからそこで基本的に夜1時間半ぐらい1対1かっつり、本当はもっとやりたいんだけど今週1でやってて、 あとは日曜日にチーム練やってるって感じで。あ、チーム練もやってるんですね。大変だけど、練習日数は若い頃よりはるかに減ってるからやばいけど、うん、まあでもやるときはやる。しっかりやってます。香りしかないよ。よ、なんだ。中学の時、高校の時も弱小チームでずっとワンワンしてたから。あ、へえー。っていうのがあるし、それ本当島育ちだから。もう教わってなかったんだ。だからひたすらワンワンして、スラムダンクして、スラムダンク読んで、ルカーと沢北のまま見て、それぐらい教科書がなかったから。ワンワンし始めて、練習より練習の後のワンワンが好きだった。中高大と今に至るまでずっとやってるって感じ。オーティー戦のアンドワンはなんか覚えてるけど、30点オーバーを2回ぐらいできたのは調子は良かったなって。おー、そうっすね。Bリーグ組が抜けてから、うん、チームが1回大変な時期があって、うん、そこでユートが入ってくれて、はい、って感じでもう1回浮上して激動のシーズンだったんですけど、まあ、俺が点取ってたけどなんか結構チームでやってた感が強いなっていうのが印象深い1年だった。うん、最初ね、あの B リーグ勢もガーって勝ってて、はいはい、負け始めてみたいな感じで、うん、結構負けが全部ギリギリ負けてたって感じで悔しいんですけど、なんか最後までチームでやりきれたなっていうのはあるから、うん、私満足感はあったけど、みんなやっぱザ・ファイナル出たかったなっていうのが ありますか。圧倒的に最終的にはそれがって感じです。そうっすね、ユートがちょっと地元の B リーグに挑戦するっていうのを帰っちゃったっていうのがあるんですけど、また B リーグオフシーズンになってオースとか帰ってくるって言ってるんで、オース、公平、大原、それに加えて、まあ、新しく平塚でやりたいっていういいやつらが結構入ってくれたんで、うん、楽しみっすね。とりあえず3人どこまでできるか分かんないけど、まあ、そのユートの友達のシンゴってやつが入ってくる、まあ、駒沢で出会ったんで駒沢で出会って声かけてやるみたいなしたらユートの友達だった、うん、なんだこれって感じ。あとカイっていうハーフの大きめのシューターの子、うん、いつも結構気持ちが強いから一緒にやって楽しい、うん、中谷ナビっていうやつがいて、はい、結構ハッスルするやつが入ってきた、そいつも楽しみかなって感じで、どんな感じになるか。5分に2本するそうっす。そこが一番難しい。
すげえ難しい。僕はまずやっぱプレーオフで出て、東京で勝ち切りたいです。うん、ファイナル行きたいってもあるけど、まず東京でやっぱ一番になりたいなってずっと思ってるんで、うん、10年以上慣れてないんじゃないかな。お紙一重の時も結構あったんですけど、子供生まれてから本当の勝負。